宝吉神社は、島根県松江市宝吉町に鎮座する神社である。出雲国風土器島根軍法、吉里城に、うったけしかびめの地が、宝吉町に変身してこの里に飛んできて鎮座した、ためにこの地を宝吉と呼ぶようになったという説話が描かれている。うったけしかの地は、大国主の神話に登場する、はまぐり姫と同一神と見られる。 合わせ殿となった派神社はもともとは神社の北方の室長にある知者が池に鎮座していた祠である。出雲国風土記島根群上の在人議官社、放吉社この部分の演技式神明朝出雲国島根群の放吉神社に否定される。慶安元年の胸札に大森大明神と記載されている。教法2年の知史、雲用紙には、 大森明神と記されている。明治5年3月に豪舎に列せられた。旧舎地は、現舎地の北東にあるウグイス台の団地の裏手にあり、その側に、天宇岳しか美名命高僚とされた豊墳があり、公園として整備されている。雲陽紙に、舎舎明神、重い金の命を祀ると記載されている。ABC 百六十七ページ、雲蛛紙ではこの地を、浮筆国と表記し、 また、明治8年の広告知事には、うぐいすだにと記されている。ありがとうございます。